まあ、三浦の立地的にも、ん。もしかしたら大庭景親はじめ、頼朝を征伐する立場の勢力たちは欲しいような、結構重要な拠点でもあるのかなっていうところも感じますし。まあ、あとその前にもちょっと新しい説で出しましたけど、頼朝はそもそも房総半島に渡るのがそもそもの既そうです定ね。路線で、そのために動いてたっていう。で、たまたま石橋で戦うことになってしまったけれども、その戦いをそもそも避けて房総半島に渡るはずはだっずたんだっじゃないた。かと。それで石橋山でぶつかっちゃった。で、そう考えると三浦も出る必要性がないので、石橋山に向かう必要もないし、もう自分たちはもともと、房総半島に渡るだけと。頼朝が先か三浦が先かっていうだけの話で、っていうところだとは思うんですけどね。最終的にはやっぱり頼朝も三浦も房総半島に渡るので、まあ既定路線だとは思うんですよね。で、あとは金田のね、頼次が、衣笠にこの後こもりますけれども、千葉からね、来てますんで、やっぱこの辺千葉の一族、まあ上総の一族ですけども、千葉の人たちが三浦に加担してるっていうところも、やっぱり三浦も頼朝も房総半島に渡るのが既定路線なんじゃないかなっていうところを示唆してるような気はするんですよね。さあ、コメントどうでしょうか。じゃあ、一休さんが三浦も取り囲まれていたというのは説得力がありますね。じゃあ、こおっのしゃ辺る通かりな。だと思います。はい、大丈夫です。基本的なこと聞いていいですか。は頼朝は、千葉に渡る、房総に渡ろうとしていたじゃないですか。それだけど石橋山で戦うことになっちゃったっていう今の話なんですけど、なんでよ、房総に渡ろうとしていたの？頼朝の、なんていうのかな、味方が多いから。基盤って、もともとの義朝の基盤じゃないですか。上総の御曹司って言われそうてそういそうたそうから。そうそうそう。で、上総の御曹司をそもそも支えてたのが、いわゆる、まあ、嵯峨の常住の一族と、それと三浦の義昭の一族が支えてたわけですよね。で、もともとは、親族になっていた、秦野とか、まあ、須藤とかは、今は敵対してると。頼れるのがもう三浦と、嵯峨の常住しかいないというのは頼朝側の目線だけれども、逆を言うと、嵯峨の常住も三浦も、平家政権下では、もう屈辱的な、すごく、圧迫をされた立場にいるので、その彼らがやっぱり頼朝を担ぎ上げないと、この先自分たちが領土を広げられない状況にいます。そこでやっぱり誘致したいんじゃないかなと。頼朝を房総半島に。で、三浦にとっても、嵯峨の常住の一族にとっても、頼朝まずは房総半島に誘致して、もう一度上総の御曹司を作るというところが一つのテーマだったんじゃないかなという気がします。ただ、伊東から直接出れない、伊豆から直接海に出れない事情は、伊東の助親とかもいたし、まずは土肥の佐野平と合流し、湯河原、土肥のところから出ようと。ところが止められた。西橋山で止められてしまった。で、そこはもう、大庭景親の方が先に向かってきていたので、ぶつかってしまったというところじゃないかなと思うんですよね。上総国って確かこの頃もう大国扱いですよね。大国、中国、小国ってあるじゃないですか。光る君へで、ね、大河ドラマで、名前出しちゃったけど、いいのかな。越前の国が大国で、淡路の国が小国で、云々っていう話が出て、その時にね、大国扱いだったじゃなかったかもしれない。そう、大国、中国、衆国ってやって。上総さんもそんなあれなんですか？上総とか、上総は大国上なんだ。総か下野、上総か、もう確か大国ですね。確か、そうです。だから、上総の神っていうのが、
いなくて、うん、あの一番偉いのが上総介、神の下の介が一番偉いので、神は誰がなるかっていうと、うん、あの皇族が、その、任国ですよね。そういう扱い、武蔵の神もいないし、上総介の神もいない。だから、吉良上総介の介は、助だけど二番手だけど一番小助で偉い人、まあ、実質上 ね、まあ、実質上ね地元では一番偉い人っていうね、扱いになる、そういうところは大国中国小国じゃなかったかなと思うと、上総の国もやっぱり大国にね、あの頼るっていうのをなるほどなっていう、なるほどなるほど、小谷智子さんが、上総大国です、さすがよく見てさすが、新郎の任国ですかね。そうですね。はい。はい。さあ、じゃあちょっと次も行っちゃいましょうか。今、お時間は、はい、まだ39分です。はい。お、ま、はい。でも40分経っちゃいましたか。はい。早いですね、毎度。では、行きますか。はい。行きましょう、行きましょう。今日、宇野国、このこと、三浦に風分するのかん。一族、ことごとくもって、当初、衣笠城に引きこもり、引きこもり、お堂の陣を張る。東木戸口は、三浦の次郎義澄、佐原の十郎義貫、西木戸口は、和田の太郎義盛、金田の大夫頼次、中陣は、長江の太郎義景、大田和の三郎義久ら、なり。辰野国に及び、川越の太郎重頼、中山の次郎重真、江戸の太郎重長、金子村山の輩、以下数千騎攻め来たる。三浦の義澄ら相戦うといえども、昨今両日の合戦に力疲れや尽きる。というところでございます。はい、大変なところですよ。大変なところですね。いいですか。どうぞお願いします。今日、宇野国、このことが三浦の方にまで聞こえてきたので、一族は皆、衣笠城に引っこもり、おのおの陣を張る。東木戸口は、次郎義澄、十郎義貫、西木戸は、和田太郎義盛、金田大夫頼次、中陣は、長江、太郎義景、大田和三郎義久など、辰野国になって川越太郎重頼、中山次郎重真、江戸太郎重長、金子村山の者たちをはじめ数千騎が攻め入る。義澄らは戦ったが、先日の由比の戦いと今日の合戦とで力尽き果て、矢は尽きて夜になると資料を投げ捨てて逃げ去った。うん、いやこれってでも畠山はいないんだ本当。いますいますいます。いるんだ。うん。畠山が武蔵の国の一応そのそ、ね、まあなんていうんですかここで引っ張ってくる人たち、うん。ここで中心になってたのが畠山だもんね。そう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 。こういうことですね。はい、あの畠山城っていうのがあるじゃないですかあっちの方。うん、畠山城だっけ。菅原に。そう、三浦に。三浦、三浦に。あとなんか、残ってますよね、なんかいろいろね、畠山地蔵だったら、ね。畠山関連でね。そうそうそう。秀樹さん、どうでしょうか、この辺の。いよいよ合戦が始まります。衣笠城合戦。始まりましたね。いや、でも、三浦もなかなかの覚悟で臨んでるけれども、うん、やっぱり、先ほどおっしゃられた通り、あの相当にあのもうなんていうんでしょうね、あの相手は戦の準備を、うん、畠山勢は戦の準備を重ねた上 で、うん、で集まって攻められた、うん、でとても太刀打ちできないっていう状態がよりこの記述であの、うん、ね、鎌倉さんの説がなんか、うん、裏付けられるかなっていう感じがしましたね、うんうん、はい、これで26日じゃないですか、うん、で三浦にこう聞こえてきたと、うん、畠山の重忠の軍勢が来たぞみたいな、でちょっと冷静に考えてみたときに、
衣笠にこんな大勢いるわけないんですよ、うんうん、私もそう思った数千機、うん、まあ、敵が数千機っていうのは可能性あるんですよ。そうですか、三浦が、三浦がってことですか。三浦が全員揃ってるってこと自体がおかしいんですよ。 そうか、その今聞こえてきたんだったら、うんうんうん、仲間たちをね、三浦軍って例えばそんなにすごい狭いわけじゃないので、その知らせに行って、うん、みんな衣笠に来いって言ったって、うんうん、それはそんなすぐには来ないですよ、うんうん、ってことはやっぱりこの数日間の間にみんな集まってきて、うん、もう衣笠でこもると、うん、っていう風な状況に持ってたと思うんですよね、うん、もう周りに軍勢いるの知ってて、とっくに、うんうんうん、でも小坪合戦の時は、はい、その後、なんだっけ、あそこアブスリ城に行ってるって、うん、なんかに書いてありました。うん、由比ヶ浜から小坪行って、アブスリ、うんうん、それはじゃあ、アブスリの方にもそういう伝説が残ってるのかですか、うんうん、で、だけど私、その、数千騎が攻めるっていうのも、うん、なんだろう、衣笠城って結構山の上にあるじゃないですか、うん、すごい急な坂とかあって、数千騎ドドドって来れるかなっていう気もしたんですよ。うん、まあね、まあ、でも今とまあちょっと地形は違ってるとは思いますけど、うん、それは今思った。うん、まあ多分取り囲むっていうことで数千機で、うん、1回で数千機で一度に一方から攻めるっていうのはなかなか、もっと西の方とかにもいっぱいいたりとか、別動隊とか、うん、大手から数百機で攻めたりとか、こっちから、うんうん、数百キロ攻めたとかっていう攻め方をしたんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ、海からもね、来てる人たちもいるはずですしね、敵もね、うん、でこれおそらく相模の軍勢が大場の影地下含め、うん、まあ率いるのが3000機、うん、で、まあ、どっかに書いてあったと思うんですけど、うん、畠山の重忠の率いる武蔵の国の軍勢も3000機、うん、まあ、それが今数千機って書いてあるわけですけど、うん、合わせると6000機いたんだなってことですよね、うんうん、そんなにいたのっていう感じはしますよ、うん、確かにね。だからまあ官軍とはいえですよ、うん、それだけの兵を集めてくるからには、うんうん、よほどの恩賞をもらえないと、うんうんうん、ねえ、ここまでは大赤字ですよね。ねえ、ね、有綱追武ごときに、ね、っていう ね、 ねこれもう総力出してやってるぞっていうね、うん、感じが、うん、これだからもしかしたらちょっとやっぱ誇張のしすぎで、うん、こんなにいなかったんじゃない、一桁ぐらい違うんじゃないかなって個人的には思うんですよね。数百機のレベルね、有綱の追部にはさすがにそんなに動員しないんじゃないかなと、うんうんうん、それで何恩賞はみんなで分けたらどうなるのって感じのねえそうそう、うん、だって恩賞にしたって有綱を追尾して捕まえたところでお金が出るわけじゃないんで、うん、そうですよね、土地も出ないですね、うん、土地も出ない、だからそんなにもしかしたら6000もいないかもしれないですよね、うん、うん、なんだろう、でもこのあれはやっぱり源氏を倒せばっていうのと、うん、平家を倒せばっていうのと、まあ源氏がもっと平家側についた人たちのすごく大きな賭けだったわけなのかな、うん、まあそうでしょうね、うん、大きな賭けでもあるけれども、うん、もしかしたらこんなに軍勢は集まってなくて、うんうんうん、大馬方だって有綱さえ追尾できれば、うんうん、本来それで仕事は終わりなはずだったんですよ、うんうんうん、ところが予想、まあ予想できてたとは思いますけど、うん、頼朝が房総半島に渡ってしまったっていうのはやっぱり落ち度だったんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、敵に塩を送るぐらいなんで頼朝がね謀反を企てることぐらいは予想できたとは思うんですけど、本当にやっちゃったかぐらいな感じだったかもしれませんよね。でしかもね、あの房総に逃げちゃったかしまったなってまあ思ったでしょうね多分ね。房総半島に逃げられたら厄介だなっていうのは。ね、そうね、それはちょっと怖いですよね、うん、はい、というところでございました。